わかんない。もう忘れちゃった。そう忘れちゃった。怖い怖い。そうね、今ゲストが来るはずなんだけど、まだ来ない。まだ来ない。ってことで今日はねちょっとネタを考えてまして、実はね僕といえば汗かき違うそれちょっとそれじゃないそれじゃないそれじゃなくてあ本当ですか。こっちこっちこっちチキチキじゃないチキじゃないあロビーロビーこれ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 あっこちゃんからの差し入れもそうそうそうあれ返してたキムチキムチキムチじゃないキムチが目の前をなんでこれキムチになるんですかこれ新しいキムチ新しいキムチじゃなくて写真そうそうそう写真といえば撮影会、うん、そう撮影会が9月から始まってお、うん、4回終わりましてそう、そのモデルさんをちょっとゲストにね、言って、そう、今後のね、撮影会をどういう風にしようかっていう。いや、ごめん。撮ってよ。思いっきりカメラ目線でやってた。もう完全に突っ込みましたね、今。そうなんですよ。で、ごめんね、ティブさんね、第2回の時もお邪魔しました。お邪魔しましたね。いつからティブさんになってたそう、最近ね、この前レンゲージで会った時も、ティブさんなんて言っちゃって。普通に、あ、どうも違う。どっちが本名？とも本当はともみなんだよね。ともちゃんから。ともちゃん、あそうだ忘れてた。まあいいけどどっちでも。そうそう、それで撮影会で今後いろいろやっていきたいことが増えてきまして、おはい。この前第4回の時に。なんとショートムービーっていうのを青、ね、青木さんの方を撮影したりちょっとドラマチックなことを やってみたり、はい、監督じゃないですか監督ですねなんかあれでしょ空の方空の空空撮ですからそう空撮ですからもう、ね、僕は地上ですからですけど地上ですからむしろ下からですかそう這いつくばってる地べたですから地べたですからって言ってね地べた担当空撮ですから上から担当みたいなそう上がダメなら下があるみたいな。普通は下なんだよ。普通は下ですね。そう、いろんなことをやっていきたいなっていうのがあってね。そうなんですよ。すっごい盛り上がってるみたいな。盛り上がってます。ね。さすが。ただね、ちょっといろいろ問題もありまして、はい。なんと2月以降が月曜日が休みがないんですよ。カレンダー的な関係でそうカレンダー的な、ねうん、月曜日の撮影会祝日やってその後こちらに来ていただいて番組を見るなりかゲストに出ていただいたりでそれのがその撮影会の目的でもあって流れが完全に引き止められてしまったそうなんですよどうしようかなと、ね、どうでも来月、ね、ずっとこうカレンダーをペラ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 めくってみてめくったんだああもう次の場所はどこにしようっていうのももう2ヶ月3ヶ月先のことも考えて結構マジなんですよマジやる気でやる気やる気でだでみたいなそうやる気でごめんなさいけどねそうたのに祝日休みがない祝日休みがないどうしようどうするよもう思いっきりですよ、ね、でもね、フェイスブックのグループのメンバーで、土日とかだったらちょっと参加したいなっていうのもあったり、またグループに入ってないんですけど、こうそういう撮影会に参加したいっていう方も、直でメッセージ来て、もうすごい。英語で。英語で？嘘、嘘、嘘。嘘かい嘘嘘嘘ツッコミ漏れツッコミ漏れそうなんですよそういう人たちもこうこのメンバーにどんどん加えていきたいなっていうのがあるからあおすすめしませんねロスメンバーの知ってる曜日を変えればいいじゃないかってこと何それそう曜日を変えて、ね、うんただね時期的なものがあって寒いカズくん、超寒がりですよね超寒がり今日すごかったよね、こんなんなってよ鼻水が凍ってたそうだ、あいつは凍りませんちょっとなんかすごい寒い本当に寒い、もう上で大丈夫寒いの私はね、寒がりだよ寒がり暑がりだし寒がりだよめんどくさいねめんどくさいよあ、でもそのこと言えないや暑がりだカズくん、ちょっとここで汗かいてるじゃないですか今もあれからだからね
なかなかねこっちに座るってこともね今までそんなになかったんで、ああ、音最高だった。うん、そうねえねえ、各番組で。うん、いろいろやってきてると思うんですけど、今年1年っていうネタがごめんちねえ、どうしよう、やっちゃっていいよね、いいよ、続かっていいんだよ、いいよね、うん、もう字をかぶらせなきゃいいんだよ、あ、字を、あ、これを、はい、字じゃない、字とは限らないね、うん、あの ネタかぶってもいいんだよ、ネタ時間枠が違うから、あ、そうだね、まあ、現状映ってないわけだしどうでした1年1年はね、本当にね、よく喋って、でライブもよくね、させていただいて、うん、今まで行ったことないところも行って、もう充実した1年でしたね、なんかあっという間に終わってしまったり本当今年1年はいろいろね、トーモティブ活動的で、そう、ハッピーストライクとか言っちゃってねどうにかしてしまったじゃないですか4月から始まったかな、もういつ始まったか忘れたぐらいハッピーでストライクしまくってね、あのダラダラ喋って1年が終わったっていう、アルパカモコモコからですね、そう、僕としてはね、この1年って言えばアルパカモコモコから始まっていつの間にかなくなってなくなっちゃったのかなねえ、3人いたはずが1人になってしまい、君ないなねえ、結構レンゲージとかのイベントって言えばね、他の2人とかも来てたと思うんですけど、行っても合わないし、みんなね、そう、うん、私もゲーム店で合わなくなっちゃったし、あ、ゲーム店潰れちゃったからね、そあそこ、ね、おかしいな、今年の4月にはね、アルパカはモコモコとかってやってたはずなのに、いつの間にか誰もなんでかなそれがそう、僕としては一番こう心に傷を負ったところかな嫌われちゃったんだなね、またまた、ね、本当にもうね、待ってるよってかわいそう、連絡一つもねくれないんで寂しいんだね、寂しい寂しいんだね、相方を失ってそうかね、寂しかった、寂しかったじゃん、寂しい、現状寂しい過去形になっちゃった、そうなんですよ、ナイパカポコポコでもやればいい、ナイパカポコナイパカポコポコあのパカしか残ってないんだけどあくさん、パカいなくなったからナイパカポコ、あ、ナイパカ、でもポコポコなんだ、うん、うん、ポコそれだったらもうまったりフォトライフでいい、あ、そうだね、まあほっとりまたライフでいいよ、まったりしてね、うん、もっこしまたライフ、もっこしまたライフすごいね、なんかね、Facebook とかね、ここっていうね、このメンバーと会うとすごいいじられる、うん、まあそういうキャラなんですよ、ね、だって短いもん、なんかその短いって何だったんですか、足ですか、足かな、足、足って言ってないよ、足って言ってないから、いやー、なんですかね、何が短い、足、足なかなか容赦がないですね、青木さんはいや、大鳥をいじられてでもね、ナイパカポコポコになっても、まあ今年は怒涛の1年でしたよね、結構ねえ、ここいいじゃん、ナイパカポコポコ引っ張るねねえ、本当にね一人でね、トモティブのハッピーストライクとかね、あのマイミンとか、うん、本当一人でやっててすごいなと思うんですよ、何にもないけど30分喋るからねねえ、うん、ナレスの面白かったよね、ナレスの評判良かったんですよ、ね、あの今までで一番充実してたんじゃないかって言われた、ね、あのネパールの方がゲストに来たって時ですか、突然湧いて出たようなナレスの会がね、あのすごく評判良くて、面白かった、面白かったみたいなんですよ、あ、すごい、4キロぐらい、まだ拝見してないんでぜひ見て、なんか勉強になる感じのね、ティブさんはね、こう喋るの上手だから羨ましい。本当ですか、僕人見知りなんですよ、僕、あの人寺小屋、寺小屋もやったんでしょ、そう、寺小屋、寺小屋、寺小屋ってたりもね、ほう来て、そのナレスっていうほうネパールの方が来て喋りしたんですよ、ナレスさんが喋るのなくて、あの無茶振りしても帰ってくるんですよ、すごいすごいの、すごい雑に振ったのにすごい的確に帰ってくるんですよ、私も来年もああいうの目指そうかな、的確じゃなくても返せたらとりあえずいいみたいな、寺小屋って県内だけ、え、寺小屋って県内じゃないですか、
全国だね。全国は。あれも一番見たいの。すごいですね。あれはもう一発で食事されるやっぱ喋るのが。そうそうそう。これ聞いたんですよ。これやっぱずっと喋ってた方がいいですかね。そうじゃね、容量だけは大事に置きたいです。待てな、邪魔になって。じゃあ立ち上がってない。録画をね、取りだめしてるように。そうですね。どれぐらい以上のものを持ってうろうろしてたら、11人になったのね。規定がある。せっかく見ててくれたのにね、今日年末最後だからみんな家にいるんだよ。仕事も休みじゃん。僕は明日まで仕事です。お疲れ様です。私は仕事なんかないで。いじっちゃった。ごめんなさい。いや。そしたら復活するかな。住所の名前。でも録画は残る。残るけど。何の人に復活するかわからない。うんうん。で、それでこれを見せる。何の話してたんだっけ。今年1年を振り返っての話ですね。です。その感じで復活できましたが。すいません、ごめんなさい。でも、勝先生、来年もあるしね、撮影会やるんですよね。はい、これはもうね、もう結構こう、あんまり周りの人には伝わってないかもしれないんですけど、本気なんです、結構。ガチ、結構ガチなんですよ。結構ガチ。うん、やっぱりこのね、生まれ育った、まあ生まれは藤枝なんですけど。育ったしか入ってないじゃん。結構生まれてへん。育った焼津でそういういろんなこの小さい時から遊んだ公園とかでいろんな撮影会ができて慣れ親しんだね、地域の風景で ね周りの人からちょっとあの人何やってるみたいなのがちょっと快感になっちゃってこれは変態っていうあれじゃいやいや、カメラマンなんて大概ね、まあ、変態あれだね、見られるのいいみたいなね、うん、そうね、それを今度いろんなところでやっていきたいなっていう、あれいつことで ね、だんだんでもね、焼津って結構小さい公園はあるんだけど、うん、大きい公園っていうのがなかなか、ね、すごい大きいのってやっぱ都心に行かないとない、うん、とか隣のね池がある公園、池公園とか、あれ規模ででかい公園がない。だって一番でかいの清見田公園だと思ってるもん私。いや間違ってないと思う。やっぱ安全なのかな、うん、あと駐車場とかがあればいいかなっていう、うん、あとは何にもないけど高草山な。そう、高草山でもね、高草山は春にやりたいかなっていう。あそこに、ね、1本だけ桜の木があるんで、桜の木がね、どこでやったら綺麗ですよね、うん、あの1本だけ色がついててっていう、その白と黒みたいなさ、そういう風景で撮ったらかっこいいです。そう、あと花見をしながらみたいな、いいですね。ただの撮影会じゃなくて、そうこうみんなの交流する場として、もう心底楽しい様を写真にも収めるっていう。そうですね、いいかもしれない。その時しか残らないじゃないですか。そうなんですよ、本当にそうなんですよ。巨匠のね、来年の活躍に期待をねしなければいけない。私も撮影会行きたいしな。あ、来てよ来てよ、見に行く、来てよ。石間さんも来てよ。40年かぶるんだよ。あ、そうなんですか。多分でも来れる日は呼ばなくても来るよ。うんうん、そう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 ですね。もうこうね、やるよって言ったらもうこうね、参加できる方はもうバーってもうすぐに参加表明してくれるんで、うんうん、多分大丈夫ね。最近ちょっとね、別の方もね、別の方っていうか、その撮影会のことなんですけど、今までツイッターってあんまりやんなかったんですよ。ツイッターでちょっと呼びかけてみようかなっていうのも、ね、ツイッター流行ってますからね、はい、すぐ炎上するし、すぐ炎上。最近リツイートしてくれる人が増えてきて、すごい。あの写真の例えば、こうちょっとワンポイントテクニックみたいなポンと上げると、それがリツイートされましたとか、お気に入り登録されましたと、すごい嬉しいみたいな。見てるんだ、みんな見てるんだよ見てるんですね、あれすごい。写真ってやっぱでも流行ってる、流行ってる、昔より流行ってる気がする。なんかいいカメラを持ってる普通の人が増えた。あから余計に多分ワンポイントテクニックとか、うん、こうちょっとこう変えるだけで綺麗になるよとか、うん、そういうのもやっぱいいんじゃないかな。いい、ね、余計に、それをね、ただね、いつも考えるとさっきのハッピーストライクと一緒の時に無っていう感じを書いたんですけど、考えれば考えるほど言葉が出ない。これどう言われていいのか分かんないみたいな。あ、そうね、はい、
それで無心でこうポー何も考えずでフラフラってやってると、あれこれいいこと言ってるね、こんな時みたいな、なるわけね。そうあれは入ってないですよ。来年の目標はその少し神経通らせようかなっていう。あれもんでやってるよ。しゃべりともっといいこと言うみたいな。脳みそと。これで抑えて。でもあれですよ。その撮影会とかやってこうモデルをその気にさせる言葉とかさ、やっぱ。そうなんですよね。結構喋りがやっぱ苦手なんで、いいよとか可愛いとかってこう決まった言葉しかまだ。いいよってね、いいよって言ってね。そう思うとこの目の前におじさんたちがすごいもうこのサポートしてくれてるなって言ってありがたいんです。喋りの前おじさん目の前に一人いるんで、喋りの前おじさんがね、モデルをその気にさせる言葉を伝授ください。いいよこんばんは、クーさんでした。遅いの。初心者。8時からは。盗撮ですか。盗撮ですから。盗撮しちゃうの。盗撮。あ、今日突っ込んでくれる人がいないみたいな。あれ有料ですよ。そう。で、ティブさんは来年の目標は。来年の目標はね。でもカズ君と一緒で、もっと喋りをね、上手くしたいなと思って。これ以上上手くなってどうすんの。そうなんだ。またみんなもそうなんかね、ずっと喋ってるんで、なんかなくなってくるわけないもっとね、やっぱね、あの一番 TV の MC のね、石井さんとか、やっぱあの何年前だからネタを拾ってくるのがないんですよ。そうね、うまくつなぐじゃないですか。ああいうのね、ああいうのね、ちょっと欲しいな。ねえ、欲しい。ああいうの欲しいな。引き出しが欲しい。そうそう、私もね、引き出し少ないんですよ、結構。か、む引き出しない。そうだね、やっぱね、いいよ、元気みたいな。あっちゃうじゃん。みんな元気、私も元気、みんな元気みたいな。エコさん、固定手伝ってた。固定。でも、ティブさんは来年のトムティブとしての活動としては、そう、今度からね、あの独立するので、独立というか、あ、そう、一人になるので、自分で今度はね、自分の中にあるこう音楽っていうものをちゃんと形にすることが目標。ってことは、あれですか、作曲もやりたい。そう、今まではやっぱ経験がね、作曲ってやってきて、でそれを歌うとか、ちょっと言葉尻をこうする、するとかっていう風に、後でいじる担当だったじゃないですか。だから今度は自分で全部やってみようかなっていう。まあ楽器は一つもできないんだけど。今までやっぱね、今までどうやって作ってたかっていうと、私一応自分で作ったのもあるんですよ。どうやってやってたかっていうと、全部鼻歌で入れて、後で合わせてて、ね、そんなことをしてたんだから、ちゃんとね、音として形にね、ならないといけないなって。今まではその KK さんがほとんどメインで作ってて、そう来年からはティブさんが。そう、私も作りたいなと思って。どうですか？映っちゃいますよ。これ明らかにおかしいでしょ。なんかモニターしてない。なんかレベル高いことするね、この人は。はい、この番組はただいまテスト中でございます。これだったらいいじゃん、撮ってんじゃん。どうですか、モニターの確認中。確認します。はい、確認中すぎるでしょ、これ。そう、絶対こうだよね、これ返上。いや、もう吸っちゃった、これ嘘だね。まあ、そんな感じね、形にね、していきたいなっていうのが一個の目標でございます。あと、個人的としてはもう一つ聞きたいのが、もう一つ、睡蓮座っていう、あれはね、解散したんです。あのね、8月のライブ、あ、やらまやかフェスティバルのライブを持って解散した。じゃあ、あれが、そう、あれがラストライブ。それはみんな結構ね、やっぱ活動の限界っていうか、やっぱ人数が多いとね、焦るのも大変で、もうちょっと予定持って、はい、今後のね、日程が結構バラバラになっちゃって、やっぱりみんなでやるのはちょっと難しいので、
だらだらやってもしょうがないので一旦まあここで解散という形で区切りにしましょうかということで、またね、セッションとかさ、うん、あのな、みんなね、ここした後にみんな予定があったらまたやったりとかね、できればいいかなと思うんですけど、ね、寄っても無意味っていうね、まあそんなわけなんですよ。そうだったんですね。でもね、私もう一個バンドやってるので3つだった？そう、3つやってたもんね。へぇー、トモティブだけ映ってる、これ。トモティブだけ映ってる、カズも取り働いてたからさ。そうか、カズも取り働いてた。いやいやいや、そう、だからね、もうちょっと、もうちょっと、はいはい、あー、はい、もうちょい、すごいな、これ。どうですか、すごい絵面だよ、これ。バイクか2本で、なんか記者会見をやってるからね。こんな感じでね、もう一個のバンドの方、だいぶ来年やりますんで、はい、あ、意外やりますんでね、また告知をさせて、サバンの無理に告知をさせていただきたいと思います。どうすか。はい、シュー、すげー無茶ぶりだわ、これ。もうちょっと数よって、はい、テスト配信です。テスト、あのね、何もテストじゃないんだけどね、あの神谷の意思だけがテストなんだよね、これ。アクシデントね。へー、そうなんだよ。なんかじゃあ、レースにまったトモティブ、まったりじゃないね、トモティブさん の, その新しい曲とかっていうのは、じゃあ制作中とか。そう、制作中。おお、汚い、いろんなもので。汚い、汚い、いろんなもの。ごめんなさい、汚くない、汚いかもしれないけど、まあ、全部ね、あのドラムからギターから全部声で歌っているのを合成してあるところだから、ね、多分ね、いろいろってね、汚いよ、まだ。あれってパソコンで作るの？ケケはね、パソコンでやる。KK で、私はね、まだ声しか取れないから、はい、あのパソコンで声取って、全部合わせてあとでね、あの、楽器に変えなきゃいけないんですよね。いかにはいかんじゃんね。だからちょっと協力をね、求めながらやろうかなと思って。サポートはしてくれるって感じですか？どうかな、気持ちいいからね。ね、今の時期っていうと、ね、この分ける方が。そう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 。まあ、ちょっといろんな人にね、お願いしながら、うん、とりあえず1曲作りたい。1曲、ね、うん、ポムティブさん、いい曲だから。ね、ラジオ聞きましたよ。本当？まあ、たまたま、車運転してて、うん、聞いてるな、聞いてるなじゃなくて、聞いてる曲だなと思ったら、まさかまさかの、あれじゃん、なんで銀の折り鶴がメジャーデビューしちゃった。してないしてない、してくれよって。ちょっとアクセルがこうクーって入っちゃったみたいな。ちょっと嬉しくて、嬉しいなとしたね。そうね、うっかりね、うん、ラジオで流れちゃった。そう、そのね、トムティブさんのなんだよ、ブログ、うん、ブログとフェイスブックの告知を見ないで、知らなくて、全然知らなくて、ラジオ聞いてたらたまたま耳に入ってきちゃったみたいな。そうなんですよ。で、ティブさんにメールするつもりだったのが、KK さんにメールしたんですよ、実は。くれよ。ラジオ聞きましたよって言って。そうなんですよ。おーって言って、すごいテンション上がって、やっぱ知ってる人のね、ましてはこの仲間の曲がこうね、ラジオで流れると嬉しい。すごい良かったわ。すごい、でも偶然なのにすごい。もう偶然。まさかの身内が聴いてるっていう。うんうん。ねえ、そうね、みんなに自慢したかった。なんかね、親戚からもね、うっかり聴いてたら、知ってる人のためって言われた。すごいなーって。ちょうどその運転してる時間が歌のところだけだったんですよ。ね、どういう、インタビュー受けたのかなと思って。あれって録画残ないのかな。録音したのはうちにあるんですよ、くれた。レンゲージ、レンゲージで知り合ったんですか、うんうん、なんかブログを見たらレンゲージ的なことをなんか書いてあって、あ、それはね、レンゲージの、ね、ライブはライブでやって、はい、3S のラジオはあそこの、あの腰痛のおじさんが、はい、レンゲの日に、トモティブ27日暇みたいな。おう、暇だよ。ラジオ行くさ、みたいな。だよ。へぇ、そうなんか。そうすごいな。そう、レンゲにライブ行ったら、石間さんが、うん、
暇みたいな。何しようかな。何しようか、喋れない。私もね、何を喋ったらいいのかなって思ったらね、割と長く喋ってたな。ねさっきもね、さっきのね、あのハッピーストライクでも、10分枠が15分になったっていう、何をうっかりしたんだろうね、すごいですよ、それ、内容的には放送事故とも言われかねないね、そう、そのね、ナイパカモコモコじゃなくて、アルパカモコモコで、その一度、島田の FM、うんうん、あそこでも一回行ったことあるんですよ。一回それ切らないと、これで配信できない、うん、あそう、そう、ね、その時も何話してる、あんなずらいな、映像流れたこと言っちゃったっけ、何して話してるそうそう、その時も本当に何喋っていいかわからない、ただね、このユーストリームで配信してるグループだったんで、写真のことしか喋れなかったような気がするな。まあ、カズ君の本職写真ね。こっちでやらない。どうですか、そのミュージシャンとしてのお仕事としては、これからミュージシャンとしては、まあ仕事じゃないからね、この場合はね、うん、もうちょっとね、うん、あの、まあ、歌うまくならんといかんね。自力上げだね、その2014年が、うん、飛躍の年してる。飛躍できるといいな。するよ、ね、うん、頑張る。するよ、するよ、うん、ね。メジャーデビューした大先輩。そう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 。よし先生もね、いるからね。ヤジの星がいるからさ。欲しいですよね。ちょっとね、まあちょっとヤジのゴミカスなりには。いやゴミカスじゃないよ。まあ、とりあえずね、うん、あのやれることからやっていこうかなと思って、とりあえず、うん、あれだよ、職場会社の、燃えない萌えキャラの女の子をちゃんと描いてみることから始めようかな。萌え萌え、絵かよみたいな。ね、最初そのアルパカのゲストに来てくれた時はそのね、そうそう、歌ともう一つ絵を、そうそう、絵が趣味でね、絵描きたんですよ、うん、まだ描いてるからね。いいね、楽しみね。え、まあ、なんてことで結局あのゲストが来ないまま30分が、ね、ゲスト来なかったね。30分経っちゃいました。ねえ、ね、7時半になっちゃいます、ね、ゲストは来ないわ、放送は事故するわでね、これ。そう、じゃあ最後最後ね、じゃあね、この子がね、いつか来ることをじゃあ祈ってます、この子、ね、この子2週間連続でちょっとゲスト来なかったんで、2週間連続ごめんなさい、必ず連れてきます。これあのね、雑誌に載ったあの子ね。そう、雑誌に載ったこの子、そう、ここの焼津 TV の専属モデル、すごいね、ことで、ね、このまま、ハッピーストライク同様、グダグダした1年道連れにするよ。道連れにさった、カズのまったりハッピーストライクになっちゃった、これ。ね、グダグダな1年だった、ね、グダグダな1年じゃないよ。番組がグダグダ、いや、年末コラボっていうのが、これで、まあ、エイズ TV 的にはありかなってしてもらいたいな。いや、いや、まあ、コラボでいいんじゃないかな、コラボで、ね、ゲスト来なかったし、そう、必ず連れてくる。ね、次回本当に来るんですかね、次回は。次回ね、まったりホットライフね、時間枠がちょっと早くなるんですよ。おっと、はい、6時になる、6時になる、はい、6時になる。そう、なるべくかね、こういろんな方を呼べるような感じにしたいなっていう。で、この後の7時半からは、7時半から空撮、空撮、盗撮、空撮です、空撮ですから。あれ、今日7時半からなんですか。そうなんです、ね、それね、急遽7時半から、この後は空撮ですかになります。わざと撮、妄想、なんで妄想やりってもんじゃないのよ。そうですね、ではこんな感じで、じゃあ、はい、じゃあ皆さん、2013年、良いお年をお迎えください。2014年でした。今2013、うん、良いお年を、良いお年を。カズのまったりストライクでした。妄想、まずは